This is MC 町前系まちゃん、君の友達、ビッグシャラトゥサニーサイドレコーズ。人生は何があるか分かりませんね。 Yeah、 俺は音楽が好きだ、今もちょうどバスキアみたいな気持ちだったところだ。この音が鳴り止まない限りは、俺は人の金で旅できるし、5分で書いた曲で金もらうし、公務員よりは貧乏でも金で買えないものならもう全部あるよ、この手の中に全部あるよ、だから分けてやるよ。あんたに別に減るもんじゃないし、現場部長偏座前座、話しかけてくる女の子、おっぱい当ててくる可能性5割、あれは多分わざとだと思うよ。そんな自治的なことを除いても音楽はまあまあすごいよ。もしこれを聞いてあなたが少しでも楽になるなら、それが証拠。便利な時代、すぐに再生ボタンを押して君を迎えに行ける。頑張るのもほどほどに、バレないように手抜きしな。音楽は素晴らしい、そう思えることが素晴らしい。何が正しいわからない時代、それが君の全てなのさ。見て見ぬふりは終わり、好きなようにどうぞ生きてください。あまり自分のことを棚に上げてるとボタン持ち出ても見逃すぞ。難しいことは知らなくていい、あっという間に終わる人生、少しでも楽をして暮らす。別に金持ちなれってことじゃないぜ、大人になったらわかること、子供にはもう戻れないこと。お金と時間は大事だけど、それもなんかちょっと違うかも。だから無駄なことたくさんして、それに抵抗するのさ。いつも忙しくて疲れてる世界、暇して癒して抵抗するのさ。こいつは簡単なことだし誰も傷つかない、一緒にダンスできるなら殴り合わない。ダンスが禁止のやつとは椅子に座って見せて乾杯。でも僕は生ビールがすげー好きだ、屋内でも屋外でもうまい。ちょっと脱線しすぎたけど、音楽あるともっと最高。テレビや映画も音楽がないと多分あんなに盛り上がらないぞ。やっぱすごくね、音楽すごくね。それがわかんねえやつはどうしよう、とりあえず少しずつ鳴らしていくか。ぶっちゃけ贅沢品だからな、大切なのは衣食住、心身の健康がまず一つ。音楽は二の次でいい、つまり三。音楽は二の次でいい、つまり三。これを聞いてる時点で富裕層、世界で見れば贅沢な暮らしさ、だから大丈夫ってわけにもいかねえ。それぞれ悩みの種は尽きねえ。ちょっとしたことでくよくよして、ちょっとしたことで調子に乗っちゃう。人間なんてそんなもんだぜ、あんただけじゃないんだぜ。 Yeah、 音楽は二の次でいい、つまり三。音楽は二の次でいい、つまり三。日はまた昇り繰り返すの三。明日は明日の風が吹くのさ、晴れた日に浴びるの三。部屋にいるよりはマシだぜ、散歩しろとりあえずお前は。あとは行ったことないカレー屋に突然行けばきっといいぜ。そこでもやっぱり流れてる音楽、音楽が好きだ、俺は音楽が好きだ。この音が鳴り止まない限りは、俺は人の金で旅できるし、5分で書いた曲で金もらうし、公務員よりは貧乏でも金で買えないものならもう全部あるよ、この手の中に全部あるよ。だから分けてやるよ、あんたに別に減るもんじゃないしいいだろう。現場部長偏座前座、話しかけてくる女の子、おっぱい当ててくる可能性5割、あれは多分わざとだと思うよ。そんな
自治的なことを除いても音楽はまあまあすごいよ。もしこれを聞いてあなたが少しでも楽になるならそれが証拠。 Yeah